今豊滝にある万の沢林道というところです。今これからパゴダの塔、去年万の沢山から見えたところですね。すごい眺めだ。真ん中がサウス山ですね。これから向かいます。このまま行けたらめっちゃ楽だな。まあもともとパゴダの塔って言うんだけど、パゴダ自体がインドかなんかの仏教の塔のことですよね。英語でタガラだから、パゴダの塔は、まあ、塔の塔ですか。誰が名付けたんでしょうか。じゃあこれからパゴダの塔に向かいます。ああ土が見えてる。あ、札幌岳、こっちですね。全行程の半分ぐらいのところまで来ました。ここから温熱帯にパゴダの塔を目指すルートもあるっぽいんですけど、まあ、無理せず登山道に従って沢沿いに進んで、ちょっと遠回りですけど安全なルートを取ってみたいと思ってます。札幌岳豊滝登山口というところに来ました。こっちに向かって行ってみます。少し川を、登ってきました。結構歩きづらいんですけど、なんとか進めます。だんだん急になってきました。もう一息です。パゴダの塔は向かって左側にあるんですけど、ちょっとこの辺は急な坂になってるんで、ひとまずこの沢を詰めて稜線を通るという形になると思います。もうちょっとなんですけど、最後がすごい急で、ちょっとこのゴルジュ状になってるところはもう雪深くて登るの無理ですね。なんとかジグ切りながら撤退はしたくないんで。やっとこれまで来ました。いや、雪がまだ多くないせいか、ちょっと笹の上に乗っかってるだけなんで、スノーシュー履いてても足が取られちゃって、結構急な坂苦労しました。はい、あれだね、塔が見えました。はい、パゴダの塔の直下まで来ました。こっから両側は崖になってて、もう近づけません。ああ、万の沢山と南区の八景山など山が見えてますね。やったぞー。ああ、これを持ってゴールにします。まさに天然の秘境パゴダの塔、すごい造形だ。これからは無理しないでまた来た道を帰ります。そろそろ下山します。ありがとうございます。